今回の夕焼けはマインクラフトで大冒険。新しい素材を求めて冒険に出ると、なんと黒いテレポートマンに遭遇。果たしてどうなってしまうのか。夕焼けのマインクラフトスタートです。さあ、この村もお世話になったことですし、今回は一度夕焼けウッチハウスに帰りたいと思います。この村で得たちょっと情報をもとに、お家とかもまたかっこいいのに作り直したいね。これでもさ、ちょっと期間空いたから、お家どこだったか思い出せるかな。何の音？え、何の音？なんかいる！ちょっと待って、なんかいるぞ。あ、あれじゃん、パート1に出てきたあいつだ。行ってみるか。何なんだあいつは。いなくなってる。どこ行ったんだろう。多分お家あの奥だよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ってことは、ボートもすぐそこにあるんじゃないか。うちのボートはどこだ。ボートどこに置いたっけ。あ、やばいやばいやばい、トラウンドが来る、トラウンドが来る。よいしょ、よいしょ。どっかこの辺にボートやった気がするんだけど、あれ、ボートどこにあった。やばい、ボートの場所が思い出せない。おい、うちのチェスト付きボートだって、ほら、あそこ火山だもんね。おい、ボート、ボート、やばい、ボートどっかやっちゃった。あ、見てこれ、前回洞窟の中にあって取れないって言ってたやつ、ここにもあったぞ。これ何なんだ。ほい、新しいレシピ、なんか手に入った。鉄の原石だって。やった。これさ、鉄があればもっといいツルハシ作れるんじゃない。やったやったやった、早速お家に帰りたいよ。あ、こっちにもある鉄、やったラッキー。鉄がめっちゃある。わー、熱い、鉄はめっちゃ欲しい。一応銅も取っとこうか。ほい、これぐらいならいけるかな。全力でいこうか。ほい、出るなよ、来るなよ、絶対トラウンド。頼むよ、頼む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 。いないいないいないね。よし、いいぞ。ほい、あれ、こっちか。ほい、オッケー、あぶねー。なんとかトラウンドに襲われずに済んだぜ。ふう、ここにもあるじゃないですか。いいですね。ほい、ゲットゲット、いっぱいゲットするぞ。オッケー、これもゲット。ほい、あー、壊れちゃった。ツルハシの耐久力も上げたいぜ。あ、気づいたらちょっとお腹も空いてるね。お肉、お肉。いただきます。ガブ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 。おし。さあ、見えてきたぞ、ウンチハウス。まさかモンスターに占領されてないよね。あ、びっくりした。ラマの赤ちゃんだった。あ、牛の赤ちゃんもいる。かわいい。早く、僕のために大きくなるんだぞ。さてさて。これは、お、焼き豚ができてる、やった。これさ、ちなみにこの原石とかも燃やすことできるのかな。あ、燃やせてる、燃やせてるぞ。やっぱこれお肉以外もいろいろ燃やすことができるんだ。何になるんだろうこれ。あ、鉄のインゴットになった。え、すげえ。このじゃあ銅の原石も全部インゴットにすればいいんだ。おお、また文明が開花したぞ、やった。そう思うとやっぱりこの石炭めちゃめちゃいるな。なんならかまどもう一個作ってもいいね。前回取ったこのエメラルドもしっかり保管していこう。絶対悪いやつに取られないようにしないとね。さあ、これで建築で、あたたたたた、これをもう一個作っておこう。ここあたりに置いとこう。よし、お、早速できたのかな。いいね。じゃあこっちでは銅を焼いていこう。これでまたさ、多分作れるものが増えるんじゃない、きっと。予想だけど、これ取ってみようか。はい、どう？ほら、新しいレシピがアンロックされた。なんかめっちゃ増えたよ。めっちゃ増えた、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。え、すげ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 え。防具もめっちゃあるけど、これインゴット超使う。あ、剣、ツルハシ、やった。うわー、でも3つしかない。どれにしよっかな。今後のことを考えたら、鉄のツルハシの方が良さそう。よし、鉄のツルハシ、ゲットです。オッケー。このツルハシでまた鉄をたくさん取ればいいんだよ。よし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 。いいぞ。で、銅のインゴットはいっぱいあるから、他のやつは全部銅で作ろう。さらにレベルアップしたぞ。嬉しい。さあ、そうなると、もうちょっと石炭とかも欲しくなるね。少しまたお出かけに行こう。ちょっと次は、こっちの右側に歩いてってみよっか。うん、こっち側まだ見てないしね。あと、ボートももう一回作らなきゃ。どこ行ったんだよ、うちのボート。せっかくチェスト付きのいいボートだったのに。あー、これほら、最初の時にトラウンドにやられた場所だ。ひー、トラウマが思い出す。トラウマンドだよ、あいつは。トラウンドじゃなくて、トラウマンドです。お、こっち側もすごいぞ、結構。ほら、土地が広がってる。すげえ、だってボートがあればさ、あの奥だってスイス行けるもんね。早くボート作りなー、遅。わ、見て、あの岩場とかさ、絶対たくさんあるよ、素材。うわ、嬉しい。行こう行こう。お、ここはなんだ？
洞窟みたいなのがあるぞ。降りてみようか。あ、待って、あいつはクリーパーだ。来い、はい、爆発するから超危険だよ。はい、あ、やばい、ゾンビもいる。あ、よし、ゾンビは燃やすから大丈夫。ラマちゃんの親子がまずい。ちょっと待ってくれ、ラマちゃんの親子が、よいしょ、よいしょ、やばい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 、これ結構不利だぞ。ほいほい、あ、出た、あいつだ、あいつだ、あいつがいる、痛い、あいつがめっちゃいる、こいつやばいやばい、あいつだよ、紫の、さっき言ってたやつ、なんなんだあいつは。あ、木材持ってる、あ、ばばば、来た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 、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、2体もいる、親子ですか。あ、怖い、めっちゃブーって言ってるよ。あいつ勝てるの、これ。ちょっとあんまり水の中にいたくないんだよね。あー、移動してる、なにこれ、瞬間移動できるの。え、瞬間移動したよね絶対。ほらほら、瞬間移動してる、やばい。でもちょっとこっから離れよう、一回トラウンドが来る。来てない、トラウンド来てる、トラウンド待って、トラウンドも来てる。まずい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 、とりあえず一回離れようか。やばい、ちょ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 、よし、あっぶねー、トラウンド来てた。あれの瞬間移動野郎が。ちょっと待った、みんな、もう夜なるんだけど、まずい、夜が来る。早く早く家に帰るんだ、早く。ちょっと冒険しすぎた、冒険しすぎた、ちょ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 、これはやばい、これはまずい。瞬間移動野郎には会いたくない、逃げろ、早く逃げろ、やられちまう、やられちまう。やっぱり冒険は一筋縄ではいかんな。もう早いよ、一日が早い。あ、見えた見えた、うんチャンス、よし、オッケー、おい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 、ふぅ、寝よう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 、はいはいはい、ちょ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 、ドアを開けないんだよ。おーし、おやすみなさーい。さあ、おはようございます。そういえばインゴットはできたかな。おー、11個できてる、やった。これでまた新しいのレシピがほらほらアンロックされてる。やった。じゃあこれでちょっと武器も強くしていこうか。ん、あれ、銅のインゴットは武器にできないの。マジか、銅の武器あると思ったんだけど。あ、待って、よく見たら装備も銅はないんだ。いるか、銅のインゴット。いるのかな。あ、とりあえずボート1個作っとこ。なんだこれ、飛来神とかもある。このゲーム雷とか降るの。知らなかったんだけど。ボール、あ、料理とかも作れるみたいだよ、すげえ。ろうそくやらなんや、ランタン、これもいいな、おしゃれな家作りたい。ただちょっと防具がないなら一旦いいや。銅のインゴットはしまっておこう。それじゃあ早速ちょっとこのボートに乗っていろいろ新しい場所行ってみたいと思います。はい、ん、どこにあるんだこれ。ほい、来た、よし、どこ行こうかな。とりあえずさっき瞬間移動野郎がいたところ、あそこもう一回見に行ってみようか。見た感じ襲っては来ないから、ま、有効的なやつなんじゃないかな。あ、とか言ってたら待って、雨降ってきたぞ。これ早速雷、こっからもマグマ流れてる。見て、すげえ、マグマが溢れて海に入ってる。瞬間移動男、どこだ瞬間移動男。テレポートマンって言おうかな、テレポートマンって名前にしてあげよう。あ、ここだよ、ここ。あ、でもいなさそう、よし、またもし来たらすぐ速攻でボートに乗り込もう。うわ、怖えー、うわ、なんかめっちゃいる、待って、めっちゃモンスターいる、これよく見たら、ほら、あ、いた、いた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 いほらほら、勝手に燃えてやられるんだな。いた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 いいいね、これはありがたい、いくらでも欲しいぜ。うん、ああった、鉄、やった、熱い、1個あれば2個あると思え、よし。これさ、近く掘ればまた鉄出てきたりせんかな。ちょっとでもツルハシがもったいないぜ、なさそうだね。見て見て見て、こことかさ、なんか道っぽくなってるよ、ほら、すげえアスレチックなんだけど、ちょっとした、はい、あ、ダメだった、うん、はい、あったあった、全然ダメだ全然ダメだ、トラウンド来る、トラウンドが来る、トラウンドが来るから、トラウンドが来るから、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、危ない危ない危ない、
でもこれさ、雨降ってるといつ夜になるか分かんないね。実はもう夜だったりする。次の場所に行きましょうかね。そっちの奥とかまだ行ってないよね。よし、鉄の匂いがするぜ。どうだ、鉄はあるか。よいしょよいしょよいしょ、鉄さん、鉄さん出ておいで。なんか暗くなってきてる。ん、なんだあれ、変わった色の花があるぞ。なんだろう。あ、雨が止んだ。これも取れるの？あ、取れる取れる。新しいレシピがアンロックされた。やった。ん、よく見たらなんか日が沈んできてる気がするんですけど、気のせいですか？あ、こっちに来たらまた雨が。どうなってるんだよこれ。いや、一旦帰ろう。ほら見て、ちょっと暗くなってきてるぞこれ。やばい。帰ります。よく見たら真ん中の方に14って書いてあるけど、これレベルかな。いつの間にやら僕14レベルまでアップしてる。やったぜ。ちょっと待って、やばいぞ、暗いぞ。やつらの時間がやってくるぞ。ゾンビパーティータイム。ちょっとこれさ、船乗り場みたいなのも作りたいね、できたら。よいしょ、オッケー、帰ってきたぜ。ただいま、ほい、おやすみなさい。ん、なんか外でカラカラ言ってるぞ。なんだ、何の音。うわ、やっぱさ、弓ちょっと対抗できる武器欲しいよね。剣で言ってもすぐ射抜かれるから、これ弓使うにはこの糸が必要なんだけど、糸はね、クモさん倒さなきゃいけないみたいなんだよね。クモさんを倒したいな。前回倒して2本だけあるんだけど、2本じゃ作れないからな。見て、このクロスボウとかめっちゃ欲しい。お、それじゃあ早速とりあえずさっき手に入れた鉄も焼いておきましょう。他のやつもなんか燃やせるのかな。なんか木とかもさ、ちょっといろいろ燃やしてみる。何燃やせそう。石は燃えないよね、さすがに。木とか燃やしたらなんかできそうだね。羊毛とかも燃やしてみる。干し草とかも燃やせるのかな。燃やし人参、ありそうありそう。砂、砂は燃えんか、さすがに。ちょっとやってみようか。うん、こんなもんかな。ちょっとここら辺を燃やしてみたいと思います。まずどれから試す。木燃やせるか。まず木はダメそう。ちょっとこれ拾えば。お、燃えてる。待って、木燃やせれるわ。え、木燃やしたら何になるの。お、木燃やしたら木炭。なんか違うのかな、石炭と木炭。あ、羊毛はダメか。なるほど、羊毛はダメなんだ。人参、焼き人参。人参もダメだわ。さっき聞いたライラック、あ、これもダメだわ。干し草、小麦、小麦とか燃やしたらパンできそうだけどね。ダメなんだ。砂、あ、待って、え、砂燃やせれるよ。何、砂燃やしたら何なんの。あ、なんだこれ、ガラスだって。やった、ガラスだ。すげえ、なんか新しいレシピアンロックされた。すげえすげえすげえ。砂めっちゃ必要じゃん、こう見ると。じゃあちょっと砂もたくさん欲しいね。ついでにもっと木材も取ってきてさ、この木炭ってやつ作っておこうか。今後何に必要かわかんないしね。いた、いた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 。あいつマジで何なんだあいつら。あいつら火でも無敵なのか。いた、行くか。ほ、いた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 。はい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 、やられてもそっから。あ、いた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 。ちょっと待って、いた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 。痛え、強えわあいつ。一回体力回復するのを待とう。2体は良くない、2体は良くないよ。一体どこ行った。もう一体どこ行った。裏から回ってみようか。どこ行った、もう一体。一体どっか行ったぞ。一体ぐらいならいけるか。よし、今だ。おら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 、よーし、まず一体倒した。オッケー、あと一体どこ行った。あと一体どこだ。あいつどこ行った。ん、逃げやがったか。いや、いない、もう一体が消えた。消えるの。ただちょっと待って、さっきさ、ほら弓手に入れてる。え、すげえ。使ってみようか。牛さん、お前を、お前で代役だ。よいしょ。え、今行ったの。一発だとあんまり効き目ないわ。やっぱ剣の方が強えな。鉄の剣が欲しいね。ちょっと鉄の剣作ろうか。お、作れる。ほら来た、鉄の剣。こっちの方が威力強いでしょ。よし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 。そしたらこれとこの剣を交換しよう。こう見るともうチェストもいっぱいだね。大きくしなきゃ。ということで、砂と木材をたくさん集めたいと思います。ほい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 、オッケー。ほい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 。そして砂はどこだっけ。あっち側に砂たくさんあったよね。あったあったあった、砂だ、砂砂。まさか砂を焼いたらガラスができるなんて思ってもなかったよ、そんなこと。シャベルでいいのかな。あ、そうだね、シャベルいいね。ほい、待って、もう暗くなってきない。え、もう暗くなってる。嘘でしょ。え、さっき寝たばっかだよ。ちょっと待って、ちょ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 、しょうがない、うちの鉄の剣で戦いますか。最悪、蜘蛛の糸も欲しいしね。ちょっと今夜バトってみますか。この夜あえて寝ずに。あ、いる、やべ、2匹だ、2匹
はまずい。やっ、あぶ、あぶね。2匹はやばい。2匹はやばい。ほ、あっぶねー。うわー、出たー、出たー、爆発マン。オッケー。いや、いるね。結構いるね。ただ、雲を倒したいんだよね。うわ、来てる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 。ほい、いた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 。よく見たらめっちゃいるぞ、あの骸骨。いた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 。よーし。まず1人。やばい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 。いた、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 なんだ、なんだ、何やられてんだ、俺。あー、そこにいるのか、骸骨。おら、おら、おら、よーし。あ、そこか、よいしょ、お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 いしょ、オーケー。なめるなよ。そしたらな、鉄の剣使ってんだよ。よしよし、経験値がうまいぜ。まだいたはず。あ、クモだ、いた、クモがいる。あいつ倒したいね。来た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 。よし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 クリーパーだ。出た、爆発マン。ちょ、うちの周りではやめてくれ。あお。あ、よく見たら見て、ほら、金のヘルメットがまた手に入ってる。やった。よし、行こう。体力回復。行きます。あ、いた。はい。いた。はい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 。オッケー。はい。おら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 。おら。よいしょ。おら。オーケー。くっそ。めっちゃ大きい穴開いちゃったよ、うちの周りに。なんてことだ。他にもいるか。あ、あれクモじゃない？おい、クモこっちだ。ほら、来いよ。ほら、来いよ。こっち来いよ。ほら、いいぞ。おら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 、糸くれ糸くれ。よーし。よし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 。ん？なんだこれ？糸じゃないぞ。なんか違うもんが手に入っちゃった。まあいいか。うわ、ここにもいる。うわー、来た。来た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 。いた。おら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 。おらおら、弓矢よこせ弓矢よこせ。よし。あ、ここに弓矢めっちゃある。よし。あいつなんだ？スコップ持ってない。お前スコップ持ってそこで何してんだ。多分有効的なゾンビだな。追ってこないぞ。ああいうのもいるんだね。他にはいないか敵。ほら、自分から仕掛けに行ったろ。ほい。うわ、めっちゃいる。あ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかえぐい、なんか違うのいたぞ。うわ、出た。うわ、待って、クリーパー2体。あの奥にいる、なんだあれ。なんか変なのがいる。待って、なんか変なのいる。逃げます。ちょっと一回逃げます。やばい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 。はい、ちょっとまずいかも。思った以上に敵が多すぎる。しまったしまった。ちょっと調子乗りすぎたかもしんない。どうしよう。あ、クモの目っていうのが手に入ってる。というか糸一個も手に入ってねえじゃねえか。おい、あ、見て、よく見たら金のヘルメットなくなってる。壊れちゃったんだ。でもよかった、新しいの装備できて。あぶねえ、金のヘルメットがないと速攻でやられちゃうよ。近くのモンスターだけでも倒そうか。どこにいる。いた、いた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 。あ、出た、チビゾンビだ。出た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 。こいつ一番強いからな。マイクラ界最強だからな、チビゾンビ。うわ、めっちゃいるよ、めっちゃいる。おお、なんだよお前。よし、これで寝れそうじゃない。どうだ、ダメだわ。どうだ、うんちハウスに窓通くろ。明日ここら辺くり抜いてちょっと窓つけてみよっか。うー、後ろからモンスターの声。どこだ、いる、こいつだ、さっきのこいつだ。おらおらおら、よっしゃよっしゃ。なんかよくわからんやつ。オーケー。待って、なんかいるぞ。なんだあれ。あ、金ヘルだ、金ヘル。いやいや、いた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 。こいつ強えんだよ、こいつが一番強え。ほい、やばい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 、負けるかも負けるかも。待って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 、よし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 。やばい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 。ゾンビゲーム、ゾンビゲーム。よーし、金のヘルメット手に入った？金のヘルメットがねえ。くっそー。ただこんだけ倒せばもう寝れるんじゃない？オッケー。無事夜をくぐり抜けました。ありがとうございます。ほら見て、気づいたらもうレベルも一気に17まで上がったよ。やった。ただ糸が一本も手に入らなかったのがちょっとな。だ、それじゃあ早速。よいしょ。あ、なんだこれ、骨とかあるよ。骨燃やせれるのかな？骨燃やしてみる。骨はダメみたいだ。よし、ではここをくり抜いて、あ、なんだこいつ、どうした、入ってくんの。くり抜いて窓を作りましょう。ここら辺をくり抜いて、これをほいほいと、ほら、いいいいじゃん、いいじゃん。ほいほい、おー、海が見える、めっちゃ綺麗。あ、素敵素敵。ベッドの位置こっちにすればよかったな。後ろ側もじゃあ窓に敷いちゃおう。オーシャンビューだね。ほいほいと、これで敵が来てるかどうか確認ができていいね。あ、見て、ほら、もうクリーパーいるじゃん、そこに。あれ、割れちゃった。ほい、あれ、ガラスは取れないんだ、割れちゃうんだ。ここら辺も全部一回ずらそうかな。
これ2個合わせたら合体とかはしないね。この上とかに、あ、乗っけれるんだこれ、便利だね。うん、作業台はここかな。わ、チェスト、チェストの、チェストこれ移動させるの多分大変だよね。できるのかな。ほい、あー、なるほど、そうなるのか。これはこれはなかなか、これはなかなか大変だ、これはなかなか大変だぞ。ここに設置、よし。で、いらないものを全部入れよう。もっとチェストいるね。こっちはブロック系のチェストにしよう。よし、分けよう。アカシアの木材を取ってチェストを作る。あったあったあった、はいはいと、オッケー。こうして、で、上は無理なのか、置けない。あ、置けれるじゃん、いいじゃん。ただこれ開けれるのかな。あ、開けれる、大丈夫だ。よし、ということで家具の設置も完了。ちゃんとベッドは海側にして、チェスト3つ、そしてこっち側には作業台と料理場を移設させました。いいんじゃないかな。さあ、ということで今回のマインクラフトいかがだったでしょうか。次回もまた新しい冒険、そして家の周りの建築を含めて頑張っていきたいと思います。それではこの動画が面白いと思ってくだされれば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回の夕焼けのマインクラフトもぜひお楽しみに。それじゃあみんな、またね、バイバイ。